久保さんこ。夜になると明かりがちょうどいいあんばい,いになりますね。はい。この、ね、光ないですからね。はい。ということで今回は 1÷100 にしましょうか。1÷100。1÷100 イコール〇〇○○。1÷100 はにしとこうかな。タイトル。これね、あの、さっきの、ね、あの、丸カン、丸カンドカーンみたいなね。丸カンドカーンみたいな。あの、なんだ。日本で あの、税金納めたのナンバーワンみたいなね、ブランディングでね、マルカン・ド・カンのね、斎藤ひとりさん、音声聞いてたんですけど <laughs>、まあそれで、1はどれだけ割ってもゼロにはならないと <laughs>。そうなんだけど <laughs>。っていうのをね言ってたんですよね。1はどれだけ割ってもゼロにはならないと。 これちょっと意味深で僕はすごいいいこと、いい話だなと思ったんですけど、まあ何が伝えたいのかっていうと、今日1やったことっていうのは0にはならないってことです。申し訳ないすね。今日やったこと1は0にはならないんですよ。すごくないですかでも今日やらなかったらゼロ0。0る1 0 0は0ですよね。0る1億は0ですよね。 だから久保さんが何で億万長者になったかっていうと、ね、ずっと1をね、積み上げたっていう、ただそれだけなんですよね。<laughs> ただそれだけ。わかります多くの人はゼロだから、どれだけ願いをね、あ,あんなふうに人生をくれたらいいなとかね、稼げたらいいなとかね、あんな、そんな生活できたらいいなと思うんだけども、ね、その、100とかね、1000とかね、1億をね、 想像するイメージするわけですよ1億円当たったらいいなとかねだけど今日ゼロなんですよわ <laughs> かります <laughs> 今日ゼロだったらあの1の可能性は一生生まれないとただし1を作ればそれがどんなにマイナスだったとしてもねだまあどんだけ割ったとしてもその1作ったものはねあの0.001とかね0.001に残るとこれすごくないですか 結構ね、斉藤仁人さんやっぱすごいなぁと思うんですけどね。なんか中学生の時に考えてましたみたいな、ね、なんか言って,てましたけど。<laughs> すげー発明だみたいなね。でもこの,こ,のこの当たり前なんだけど、この当たり前のことを何に当てはめるかですよね。だ今日1作りましたかっていうところに当てはめると、なんとなくすごい話に聞こえますよね。どうですか いやでもまさに本当にその通りだなと思います。1はどれだけ,れだけの数で割ったとしても0にはならないと。だけど0はどれだけの数でかけても0だと。これ意味深ですよね。まあ、そこから斎藤仁さんは宇宙の話をしてましたけどね。宇宙は0ではないと <laughs>、ねうん。エネルギー体だみたいなエネルギーの話してたんですけど。 まあそこがちょっとぶっ飛んでる話になって変わっていくるんですけどね。うん、だから今日1積み上げました。それが全てじゃないですかね。でも多くの人はその1積み上げるときに、ああだこうだ言うわけですよ。その1は意味があるのかと。じゃあその1は意味があるかどうかに関しては割ってみてください。0.001の意味はあるかもしれないですね。1万で割ったら何本になるのかな。まあ1万で割ってみましょうか。1万で割ると。 えとですす、はい、残りますね1しぶとい <laughs> しぶといなこれじゃあ10万で割ってみましょうか1割1 0万はい、はい、0.0011しぶとい <laughs> 1しぶといですね <laughs> そうだからこのもっとちょっと意味深な言葉で言うならば点と点 ががががって面面面にななり面と面が繋がりとみたいなね久保さんもちょっと話してましたけどこの1だったり0.01だったりとかまあそういった点と点が結局重なった時に面となって重なってこうあの膨れ上がった時にね形になってくるってわけですだけどその点を作らない限り形にはできないということでございますねいってらっしゃい